大丈夫ですかねえっ、ー、とこん、にちは皆さんえ緊張してて手がもう冷たくて汗をかいててという状態です、えー、と普段はカメラマンをしてたので、えー、と舞台に向かって撮影することは多いんですけど自分が皆さんの方を向いて何か話すとかっていうことはほとんどしたことがないのでちょっとあのドキドキしてるというか、ビビってます。 そういうことなので、えー、とちょっと操作しながらだと間違えてしまうかなと思って全部今回スクリーンショットを撮ってきましたで、まあ、実際にライトルームを使っているように説明させていただけたらなと思っています、えー、とそれでは、えー、とまず自分の、えー、と自己紹介ですねから始めさせていただきたいと思います、えー、と僕の名前は、えー、と丸山大輔です 海外でダイスと呼ばれているので、えっと、まあ日本の仲間でもみんなダイスダイスって呼んでくれています5年前までフォトグラファーとしてカナダに住んでいました、えー、今ご覧になられている写真はアラスカで撮影をした徳島県出身のプロスノーボーダー小西孝文さんの写真です そしてこれは、えー、とアメリカのスノーボード専門誌の表紙にもなったカナダのデブン・ウォルシュさんの写真です、えー、この写真は日本人クルーとカナダからアラスカに3600キロの旅をしている時のスナップショットです、えー、この写真もアラスカで撮影したものです 過去にトヨタビッグエアというものが行われてたんですけどそこに参戦していた平岡昭文さんとというとても有名なプロスノーボーダーボダです彼も一緒にアラスカに行ってスノーモービルに乗って撮影したりしていました。 でこれは、えー、とアラスカに、えー、と行くときにあの撮影したものなんですけどほぼ40時間ぶっ通しで車を走らせているので、えー、と車の知識も必要になってきます、えー、と僕は、まあ、彼らのやり取りがニッチもサッチもいかずなんか大変そうだったのでちょっと外野から笑いながら写真を撮ってました。 この写真もアラスカの写真です。これは、えー、と世界的にも有名になったあの日本人のプロスノーボーダーの方で、今も現役で活躍されているんですけど、伏せたさんという方です。それで、えー、これがですね、実は、えー、と9年前の僕の姿です。えー、と今から、えー、そうですね、20キロ体重があったんですけど、まあちょっとこのぐらい体力が ないと,、えー、と雪山をずっと1年間動いてたのでなかなかあのなんていうんですかねライフスタイルでここまであの体が大きくないとやっ,てなかったやっていけなかったと思います。はいえーまあ、この時に、えーとこ,んなまあ、こんな風貌でこんな体格なんですけど、えー、とこの当時は、えー、とカナダアメリカあとオーストリアイギリスフランスあとロシアの。 えとスノーボード専門誌や、えー、とスノーボードメーカーだったりというところと契約をして、えー、とフォトグラファーライフを、えー、と楽しんでたというか充実した日々を送っていました、えー、ちょっと画面をずらしますと,、えー、と僕いろいろなファイリング方法はあると思うんですけど僕は保存に、えー、と外部の,あのハードディスクを使用しています。どどどどん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 容量が大ききくなってきて、えー あのハードディスク自体もどんどん安価になってくるので容量はそのたびにこう大きくして、えー、と保存して1、えー、つにまとめるようにはしていますで、まあ、そういった意味でも外付けハードディスクを使えるというのが Lightroom の利点だと思うんですけど本当にどん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 増えてきてしまって、えーとですね、ちょっっと待ってくださいここれれですね、これ次の写真なんですけど、えー、と左下の左横ですねこれポインター見えてますよねここ えっと、これ大きくすると、えっと、8万5354枚これ、えっと、スノーボード以外でセーブした写真の数ですこれ2002年2枚しか撮ってないんですけどちょっとデータの保存の仕方も知らなかったあのこともあったのでほとんど2003年からしか写真残ってなかったんですけ1十何年間でこの数になってしまいました。 でえー、とスノーボードの写真はシークエンスといって連続写真で撮るので、えー、とこのおよそ、えー、どのぐらいですかね3倍ぐらいいの写真は、えー、と保管していますごめんなさい僕自分で書いたこの台本と言ってることがどんどん変わってきてしまってるのでなかなか追いつけなくなってきてしまってるんですけど、えー、と先ほどここ,かここかな、えーと そうですねえ、まあえっと。先ほどお見せしたスノーボードの写真も、えっと、10年前のスノーボードあの写真なんですけど今からお伝えするファイリング方法をあのマスターしていただければすぐにあの見つけることができると思うので、えっと、これから5年後とか10年後とか皆さんここにいらっしゃってる方があの写真あの写真なんだけど名前しかわからないロケーションしかわからないっていうだけでパッと見つけられるようになるのであのぜひあの このあのスピーチをあの楽しみにあの聞いていってください。えっ、ー、とそれですね、えっ、ー、と先日えっ、ー、と四国にあのサーフィントリップ行ってきたので実際にその写真を取り込みながらご説明をしていきたいと思います。えー、上のメニューバーこれですね上のメニューバーのファイルから写真とビデオを読み込みを選びます。この中から えー、さっきデスクトップにあった SD カードの僕はあの SD カードに iFi アンダーバーダイスという名前を付けてるんですけどそれをクリックします、えー、こんな画面が表示されます右上の、えー、項目に保存先フォルダ Pictures というのがあるんですけどちょっと小さいですねここですね Pictures、えー、と,とあるんですが僕は選択から、えー、と外付けハードディスクを選んでますのでえっ、ー、とー それを開いていただいて、えっ、ー、とフォルダもこのように指定します。こうですね。でちなみに僕はえっ、ー、とデータという名前をつけてアンダーバーで年号別にしているので、えっ、ー、とまあ年号別で分けているということなんですけど、えっ、ー、と今年は2015年なのでデータアンダーバー2015を選択します。で今度は、えー、サブフォルダへをクリックします。 ここここでですすねここの部分サブフォルダーですで理由は単純にフォルダーがどんどん増えていってしまうので、えー、と1枚の写真でも1つのフォルダーというふうになりかねないので僕はなるべくフォルダーの数を減らしていくようにしています。えー、さらにここですね著作権情報こちらはすごいあ,の、まあ、あまりにし認識がない方いらっしゃるかと思うんですけど、えー、と誰が写真の所有者なのか。誰が、えー、と写真をこのさ 写真を撮ったのかということがこれからどんどん必要になってくると思いますし、えっと、まあ盗作だったりそういうことも結構大きな問題にはなってくると思うのでできる限りここは事前に皆さん著作権の、えっと、情報を入れていただいてメタデータとして残してこれはあの選んで入れてってください。で OK を押すとこんな感じで読み込みが始まるんですけど、えっと、1点で2 0点。 5メガバイト以上もある写真なのでアップロードにはやっぱりあの時間がかかります。これ100、200枚近い200枚以上あったのかな？の写真の取り込みでちょっと時間がかかるなっていうぐらいですね。僕はあの違う作業を一度あの取り込み中はしてしまいます。えー、そうですね。今日はえっ、ー、とデスクトップピクチャーだけなので実際に入れているわけではないのでここは省略させていただいてえっ、ー、とですね。 えっとそうです。えっ、ー、とちょっとデータを取ったわけではないので断言はできないんですけど、他のえっ、ー、と現像ソフトやファイリングソフトもえっ、ー、と結構使ってきました。でも、やっぱりライトルームがあの感覚的にサクサク動いてるなという気はします。えー、次にコレクションの説明をします。えっ、ー、と実際にコレクションを使われてる方、lightroom 使われてる方もこの会場にいらっしゃると思うんですけど、えっ、ー、とコレクションを使われ。れ てる方そんなにまだ多分いらっしゃらないと思うんですよね実際に僕もフォルダごとで写真を見てたのでこのコレクションというものがとても便利な機能なのであの説明したいと思います、えっと、まずはコマンド A で全ての写真を選択します、えー、画面左のウィンドウをスクロールで下に進んでいくと、えっと、こっちですねこっちの方を進んでいくと、えっと、コレクションというのがありますここですね で、そこもえっ、ー、とちょっと画面大きくしますね。ここのプラスをえっ、ー、と押していただくと、えっ、ー、とコレクションを生成とあるので作成とあるのでえっ、ー、とそれを選んでいただきます。で、コレクション名を入力して、えっ、ー、と僕はえっ、ー、と常にこれですね。えっ、ー、と。 月あ年月プロジェクト名としているので、えっと、この今回の場合は、えっと、2015年なので「1510」10「アンダーバー」ー「土佐」「場所」ですね「アンダーバー」「何の目的だったか」「サーフトリップ」ということでこの名前をとフォルダとして選んで「えっと 書き込みます。で、えっと、ライトルームと同期というのが、えっと、この一番下のところにあるので、これあの忘れずにチェックしといてください。後で説明いたします。ちなみに、えっと文字化けを防ぐので、えっと結構日本語の名前、えっと全角だったり半角でも日本の文字で入れてるあの名前を付けられる方が多いと思うんですけど、なるべくその文字化けを防ぐために、えっと 半角英数字を使われることをお勧めします。僕は、えー、と半角英数字しか逆に使っていない状態です。で、ちょっと見づらいかもしれないんですけど、えー、と左上に、えー、とここですね、えーと。ごめんなさい。今のあの何でしたっけ、えーと？作成をしていただくと、えー、とさっきの、えー、とライトルームモバイルに同期をするので、ここで、えー、と同期中という言葉が出てきます。 でですねえー、と今回、この、えー、と撮影は、えー、とソニーの α7、えー、でしたっけというカメラで撮影したんですけど、えー、と実は、えー、と他にも iPhone でやっぱりスナップショットだとか撮って撮影してたんですよねでその撮影した写真も、えー、と一緒に取り込みたいなと思うので先ほどと同じように、えー、とここですね、えー、と写真とビデオを読み込みを選んでいただいて読み込みます。 でえっと、左から2番目のダイス iPhone6 これが僕の iPhone の名前なのでこちらを選びますでその後保存先は先ほどのままになってますねここ、えっと、データアンダーバー2015年でも僕データは、えっと、ローの写真しか入れないので、えっと、iPhone は別であります、えー これですね、ここに、えっと、収めてるんですけどこのアアーーー、カイブ、アンダーバ iPhone6 ーというところです i p h o t o から、えっと、少し前にですねちょっとこの,あの移行できるっていうことを知って i p h o t o から Lightroom に写真を写した時に、えっと、このような保存形式になってたので、えっと、なんとなくこのままあの維持していった方がスムーズかなと思って今はこのように保存していますね。 i p h o n トは日付別だったこれ日付別になってるんですけどここは全部 iPhone から読み込んだままになっているので、えーとまあ、このままの状態で保つために、えー、とここも先ほどは一つのフォルダにまとめてましたが今度は日付別を選びます。でファイル名は一番下のシンプルなもので年月日に、えー、との続き番号になっているものを選びます。 で読み込みが、えー、と始まったんですけど、えー、と量も少ないし、えー、JPEG 画像なので結構あっという間にロローとと比べたら、えー、同期さされれるというかアップロードされます、えー。今回の、えー、とサーフトリップの最初の写真を探していただいてこれが最初の写真なんですけど下にスクロールをしていって一番最後の写真これをシフトを押しながらクリックすると、えー、全部選ばれるので。 その写真を、これをグラブしながら、さっき作ったコレクションの。えっ、ー、と、一五一ゼロアンダーバー、土佐アンダーバー、サーフトリップ。っていうところに落とします。そうすると、これも、えっ、ー、と、上を見ていただきたいんですけど、二十五枚の写真を同期中。っていうのが出ています。とりあえず、ここで、えっ、ー、と、コレクションは作ったんですけど。えっ、ー、と、ここで、さっき、S. D. カードから、僕、えっ、ー、と。 写真を取り込んだ時、えー、ときに、ローから DNG に変換をしていなかったんですね。で、僕全部ローで撮れるカメラはすべてローで撮ってます。これはいろいろと理屈があるんですけど、えっ、ー、とローだとあの色の幅だったりっていうこものがすごいあのなんていうんですかね、色階調が一番 壊れれてててないい状態ででローのまま JPEG だとあのコピーをするたんびにやっぱり圧縮されてるので画像が傷むっていうことを以前聞いたものでずっと,、えー、とローで撮影してます。で、えー、とこれローを DNG に変換するんですけどこちらもまあ時間がかかるので、えー、と普段はあのいらない写真を先に選んでしまってからあの変換してます。 ください、ね、でこれで全て選んでいただいて、えーとまあ、ここにくんですけど、えー、とこれですねなんでちょっと DNG なんでローのファイルから DNG に変換するかっていうことなんですけどちょっとアドビの担当の方にも聞いたんですけど DNG っていうのはアドビが作った、えー、と拡張子らしいんですけど、えー、と僕が以前あのアメリカのタイムズ社の編集 写真の編集をされている方に、えっと、ソフトウェアが、えっと、アップデートされたりカメラが。 カメラメーカーさんが撤退してしまった時にそれをサポートしてくれるものがなくなるのでいろいろな各メーカーさん各調子がついてるんですけどそれを DNG に変換することでこれから何十年後ももしかしたらその DNG じゃないと見れないっていう状況になる,になるかもしれないので DNG に変換をおすすめしますということを言われて、えー、と僕はそのままずっと DNG に変換する作業っていうのを続けています。 でローファイル、さっき iPhone から取り込んでるので、えー、と iPhone は JPEG なので、えー、とロ w ファイルだけを変換したいので一番上のボックスもクリックします。でこのままやっていくと名前がどんどんこれで変わっ本来が変わっていくので、えーとまあ、あのそれで OK で書いてきます。で次はキーワードタグの付け方をご説明します。 えー、こちらですね、えー、と右のところにキーワードタグという部分がちょっと明るくしますここですねわかりますねここここの部分にカーソールを合わせて、えー、と名前を入れていくんですけど今回サーフトリップ友達もいっぱい出場しますで思い出もたくさんあるのでそれは後で入れればいいんですけど今回は、えー、と全部のトリップに共通している、えー、こちらですねコーチあごめんなさいトサカンマ ポーチカンマサーフィンカンマトリップカンマ四国のように共通した言葉を入れておきますで「エンターを押して、えー、とこれで、まあ、あの名前は付けられましたでですね次、えー、と次は「プロファイル補正」というものがあるんですけどそちらもご説明します。 えっと、各メーカーごとにレンズの歪みや周辺効率というものが異なるのでそれをライトルームが、えっと、補正をしてくれます、えー、ちょっと待ってくださいこれですね一、えっと、つ選んここの真ん中のこの写真を選んで上をライブラリーから現像にしますでここに、えっと、ここをスクロールダウンしていくとここですプロファイル補正をしようというのがあるのでここをクリックします そうすると iPhone、出てますね、Apple、iPhone6、これ、えっと、僕が入れ込んだわけじゃなくて、カメラ、この写真に組み込まれたデータが、Lightroom が拾ってくれて、ここに反映されています。えー、そうで、すねで次に同期をします、すべての写真、ここ下ですね、ここ下、全部今、あのコマンド A ですべてを選択した状態なので、それを確認したら、同期をします。同期を押すと、このような画面が出てきます。 でえっと、ここには、えっとですね、ちょっとここがポイントで、えっと、これ iPhone6 なんですけど先ほど言ったように僕メインで撮ってたのが、えっと、α7 なんですよね。そうすると画角がちょっと異なってしまうのでここの切り抜きっていうところをチェックしたままだと iPhone6 の画角に、えっと、クロップされてしまうんですよこうなんトリーミングされてしまうので、えっと、これをあえて外します。 でこれで動機、えー、をするということですね。で、えー、と前の画面に戻っていただいて、えー、iPhone6 あすみませんブ、えー、7でさが、えー、と撮影した写真を選んでもう一回現像の方に戻っていただくと見てわかるとわわか見てくださると分かると思うんですけどここソニーの製品になっているのが分かると思います。これれも自分でで入れたのではなく えっとカメラについているデータをライトルームが拾ってくれたような状態です。で、このちょっと今あの実践でやっているわけではないのでどのぐらい変わったかっていうのがお伝えできてないんですけど、これ結構変わります。もうレンズメーカーさんによってもあの広角レンズだったらこうキーンとまっすぐにしてくれたり、えっ、ー、と望遠レンズだったら周辺のこうあの落ち込んだ。 明かりっていうものも全部こう均等したあの明るさに変えてくれるので、結構あのレンズ性能とかに興味を持っている方だったら、これをこう押していただけると、こんなにレンズが変わるレンズで変わるんだっていうことを実感していただけると思います。で、特にですね、えっとね、えー、あれなんですよ。あのフィッシュアイレンズ、魚眼レンズをえっ、ー、とちょっとあの例がないんですけど、魚眼レンズを間違ってこのプロファイル補正を押してしまうと。 ただの超広角レンズになってしまうので魚眼の,この丸みがなくなってしまうので大概それを間違ってクリックして補正された方はあのショックを受けてますね。僕も最初はあ魚眼レンズがなくなっちゃったと思ったらただ単に補正されてただけということだったんですけど、はいえー、と次、えー、といるいらない、えー、これ皆さん、えーと 赤だったこの下にあるラベルでやられてる方僕もそうだったんですけどラベルでやられてる方だったり、えっと、星,で星マークでやられてる方っていう方が多いと思うんですけど、えっと、実はフラッグっていうものがありまして、えっと、そのフラッグがとても便利です、えっと、キーボードの A を押すと白のフラッグですこれは単純にいるということですね。押すすとつきます今 A を押した状態です。で、いらない写真、これ除外したい写真なんですけど、これはえっと X です。これを押すと、今全部選んでるので全部についちゃってますけど、一つだったら一つしかつかないです。で、U を押していただくと、えっとフラグが全部削除されます。 なので、えっと、写真選びの際は、えっと、指先ですね、えっと、常に A、X、U にしていただけると莫大な写真を振り分けなくちゃいけないとかあ今日はちょっと無駄打ちも多かったし撮影多かったななんていうときはその指でパッ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 とあの分けていただけると結構あの早く写真の仕分けができます。で今回の写真もあこれはちょっといらないなこれもいらないなっていうものはどんどん X をしてきます。 で今回は、えっと、トリップの写真なので、えっと、商品撮影やモデルの写真ではないので、えっと、これはいるなっていう、えっと、今回 A のいるっていう写真は、えっと、つけないですもう全部欲しいんでいらない写真だけ抜いていくような感じですでですねこの下、えっと、ここの下の部分フラッグがあるんですけど、えっと、画面を大きくするとここの部分ですね この部分、ここにチェックをしていただくと、えっ、ー、と全部バッテンマーク除外したい写真が集まります。これもコマンド A を押していただいて、えー、こうですね。えっ、ー、ともうデリートしちゃいます。削除しちゃいます。ただこれはえっ、ー、とハードディスクから削除するんではなくて、先ほど作ったコレクション、えっ、ー、といわばアルバムの中から削除をして。 だけなので、えっと、上の方、えっと、普通ここの上の方にあのフォルダーっていうのがあるんですけどその中の写真は、えっと、残ってますハードディスクにも残ってます。なので安心していただきたいんですけど僕は、えっと、除外しした写真はほとんど後で捨ててままいます。えっと、容量が多くなってくるのも嫌ですし、えっと、ピンボケや構図のミス、えっと、間違っとしてしまったものは経験上二度と使ったことがないのでもう撮っとかないことにしました。 逆にそんな写真でも、えっとまあ、チェックをしててピンボケてたりあのなんかこうやってたまたまバッと押してしまったような写真でもあこれいいなっていうものに関してはもう本当に写真が訴えてきてくれるのであ、残そうっていう気にはなるのでそういう写真はもちろん、ね、ピンボケているから除外するっていうわけではなくてカメラの写真のメッセージで残すすようにしています、えー、ここですね。 ちょっと待ってください。戻ってここでここですね。はい、えっ、ー、と。次は写真に名前を付けます。えー、撮ったままの写真だといくつか同じ名前の写真がえっ、ー、と未来に出てきてしまいます。フォルダが違くても、たまたま同じ写真があったら、どっちかどちらかがあの削除されなくちゃいけないような状況になってくるので、名前は必ずつけてください。で、この状態でえっ、ー、とコマンド a でまた全部えっ、ー、と選択していただいて、えっ、ー、と僕はもう。 えっとファンクションの2を押して、えっ、ー、とメインあの写真の名前を一括変更するんですけど、もちろんメニューバーからもできます。そうするとこんな画面が出てきます、えー、カスタムそうですね。カスタムから編集というものが出るんですけど、これを押していただきます。えっ、ー、とちょっと秘話というか、えっ、ー、とこの名前について。えー お話した方がいいと思うんですけどアメリカのスノーボード専門誌専門誌に在籍した時に、えっと、そのフォトエディターの方って十何人二十何人からそのシークエンス写真だとかもう何十人っていうほどのプロスノーボーダーの写真が送られてくるっていうことがありましてただ当時このファイリング技術っていうものがまだ発掘されてなかったのでみんなファイル名に短縮して 丸山大輔だったら MD でアラスカだったら AK でっていうのはなんか暗号でずっと名前つけてましたでももうこれは編集者も,もう頭狂っちゃいますし僕ももう何やってるか分からないっていう状態になったのでいつしかなくなってってまあ今はあのそんなことをすることもなくあのすぐ検索できるようになったのでただ単純にえっと連続番号ですね今お見せしますすこれです連続番号 アンダーバーダイスこれ僕の名前ですアンダーバー、バ日付このような状態にしますそうすると見た目も楽なんですけどなんでこれ連続番号を前に持ってってるかというと日付の方が前じゃなくていいのかななんて思う方もいらっしゃいます中には自分の名前が前に出た方がいいなっていう方もいらっしゃると思うんですけど例えば結婚式で、えー、と大量の写真を友達のために撮ってあげてフォルダごと「どうぞどれでも好きなの選んで」って。 って言ったところが、連続写真の一番後ろにあごめんなさい。えっ、ー、とファイルの名前の一番後ろが連続写真だとえっ、ー、と mac のデフォルトだと,、えー、と確か13文字ぐらいしか写んないんですよ。そうするとあとこう。何て言うんですか？ちゃんと見える場所っていうのが前の部分しか冒頭の5文字ぐらいしか出てこないので、結構後ろになればなるほど。あの文字が。 省略されてしまって見えなくなってしまうのでそういう意味で「あ何番が欲しい」ってすぐ言ってもらえるように僕はもうでそうですねでこれで「OK」を押していただいてこここ,こ,この番号はここの開始番号で変わるので例えばここ200番から始めたいという時はこう200番にします。 はいで、これで取り込みがされてきましたで次は、えー、と革命的な機能、えー、とスマートプレ,ビュープレビューについてご説明します、えー、と全部写真を選んでいただいて、えー、ライブ、えー、そのプレビューからスマートプレビューを生成というものを選びますでこれさえ動機を終了させてしまえば えと僕の場合ハードディスクがなくても、えー、1枚25メガバイトの重いデータを、えー、とこのコンピューターに入れなくても移動中でも編集ができてしまうという素晴らしいものです、えー、素晴らしい機能ですで例えばこちら、えーとえー、また違う「っ、えー、とリミッツっていう僕がちょっと今主催しているイベントなんですけどこの写真特にあのもう編集する必要もなかったのでスマートプレビューを省いています ちょっと画面ずらしてみていただいて、えっと、ここの、えっと、ハードディスクですね外付けハードディスクを外します。そうするとお分かりいただけるでしょうか、ちょっと大きくします、これ、えっと、こ,この部分、ですねククエッションマークコーテーションマークですかコーテーーテションマークがついてます。これ写真が見当たりません、編集できませんよっていうことを言っているんですけど、えっど、と、先ほどのコレクションですねサーフトリップのコレクション見ていただくと、 こちらのマークに変わるんですこれは、えっと、スマートプレビュー化されているので編集ができますよというサインです。でですねこちら、えっと、クリエイティブクラウドに加入されていると、えっと、これは聞いた話なんですけどえっと 中尾さんですねエヴァンジェリストのアドビーのエヴァンジェリストというエヴァンジェリストって難しい言葉ですけど、えー、と中尾さんという方がいらっしゃいましてこの方からお聞きしたらじゃあ実際にそのクリエイティブクラウドにあるクラウド上でいくつ、えー、と保存できるんですかって聞いたら、えー、と普通のクリエイティブクラウドに入ると20ギガバイトの容量を皆さんに与えられるらしいんですよね。でフォトグラフィックプランライトルームとフォトショップのプランだと2ギガしかもらえないそうなんですけど。 ローデータはおおよそ大体25メガバイトだとしても、えー、とスマートプレビューだと1メガバイト以下になるんですよね大体そうすると2ギガでも、えー、と数約数万枚のスマートプレビューを作れる計算になるので、えー、とそんなに写真を撮らない方でも常にこのスマートプレビューで、えー、と編集が外部でできるっていうことは素晴らしいことだと思うのでぜひあの使ってみてくださいえー あと15分ですね。ちょっとテンポを上げていきます。で、これ iPhone です。えっ、ー、と iPhone のここです。僕 Lightroom モバイル使ってます。これぜひ皆さんも無料なので使ってみてください。これ、えー、これが立ち上がり画面で、これがえっ、ー、と、えー、ランディングの画面ですね。ここで先ほど上から3ベのここ。 ここえー、と3番目のここなんですけどここサーフトリップさっきのものがすでにもう同期されてます大体いい時間軸でいうとこのぐらいのスピードでもう同期されてますって感じです、えー、とものの15分もあればすべて完,あの完璧に w i f i 環境であればあのもう終わってるっていう状態ですでスクロールダウンしてってここで僕がちょっとこの写真ですねこの赤のポッチがついてるところちなみにこのえっ、ー、と モバイル、えーと、ライトルームモバイル、この赤の、えー、とものがポインターになっているので、こんな感じで赤でなんかちょっと毒々しいですけど、えーと、こういうものが出てきます。で、これをクリックしていただいて、これをちょっと編集したかったので、この写真をいじります。えー、と右の、えー、と色,色調補正ですね、これを、えー、とクリックしていただいて、青みが強かったので、いろんどんいじります。こんな感じですかね ちょっとあった暖かくしようと思います。これ夕方でした。で今度はえっ、ー、と自然なサイドというのがあるのでそれもいじっていただきます。で次にコントラストいじっていただいて、えー、最後に、えー、ごめんなさいちょっとパン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 いっちゃいましたけどえっ、ー、と露出いじってこんな感じですねこれがえっ、ー、と 僕がちょっとイメージしてた写真なのでこんな感じに落ち着きましたで、えー、と評価っていう、えー、と評価があるんですけどこの、えー、とメニューのこの三つのポッチのとこですねここの一番左下のポッチを押していただくとこういうウィンドウが出てきますごめんなさいこっちです、えー、と評価を押していただくで上にスクロール上にスーッと上げると,、えー、と5段階の点数が付けられるので僕はこれを五つつけておきました 他にもちょっといじりたい写真があるので、えっ、ー、といじってきます。えっ、ー、とこの真ん中の写真ですね。えっ、ー、とこれも夕方なんですけど、なんか夕方っぽくないなっていうことで、先ほどと同じようにいろとあの色温度だとかを変えて夕方っぽくします。うん、ちょっと夕方っぽく見えてきたかなと思います。なんかいい感じですよね。で、またこちらですね。えっ、ー、とこれも夕方、これ綺麗に撮れてるんですけど、ちょっとイメージがやっぱ違うんですよ。 でカメラ全部あの色を補正してしまうので自分なりにまたアレンジします。でこんな感じです。でこれはまあ,あのライトルームさえればプっって一瞬でできてしまうので、えー、と iPhone で試してみてください。でこちらもうすでに同期されてます本当にこのぐらいのスピードで同期されます。でこの写真ですね、えー、と同期して、えー、といじってるもの加工したものと加工してないのでこれだけ違うっていうのが分かります。 で、こちらも写真もいじりました。こちらもいじった写真です。これライトルームで見て見てる感じです。で、次にですね。面白い機能があるので、あのご紹介したいんですけど、えっとこの下の部分、ここに顔のマークがなんとなく見えてんの分かります。これですね。白くなりました。今これこれ実は顔認識のソフトなんです。で、これをちょっとパチッと押すとこれ友達です。 なぜか僕の名前になっているので、えー、とライトルームがまだ、えー、とこの友達の名前を学習してないので彼の名前をここに打ち込みます。で次の写真、えー、とカナダ人の名前になっているのでこれもちょっと違いますよっていうことで彼の先ほど打ち込んだ名前 M を入れるだけでもう一番上にさっき入れたばっかりのようなので名前が出てきます。 はい、でこれ、えー、と僕の娘の名前になっちゃってるんで彼の名前も直すと結構頻繁に使う友達の名前なのですぐ変わりますこれが一番ひどかったんですけどこれこのトリップにも参加していない福島の友達、えー、と壁にさせられちゃいましたこ,これここの、えー、となんていうんですか止まれマークっていうんですか何マークっていうんですかこれを こ,うですね、これ、いじってない状態でこれをちょこんとクリックしていただくとこれ、顔じゃないよこれ、吉田さんじゃないよって言ってくれるんであの覚えてくれるんでこれをまあクリックします、はい。で、ここで注目していただきたいのがここですね、えー、と正春岩池って書いてあります、これ、えーと、キーワード入れてないのに顔認識ソフトとキーワードが連動しているのでここにもあのキーワードが入ってくれます。えー、はい ちょっとじゃあ次も使えるアプリの話をします、あえー、と機能の話をします。えー、とこちらですね、えー、とこちらの写真もちょっと青いなっていう、青すぎだな、ひんやりしてるなっていう感じなのでこれをこの上見てください、ここ、青が飛び出てる、これ、青を主張してるっていうことなんですけどこれを下の色温度をスライドしていただいてなくしますで戻すすでで戻ととここんんなななスッキリした感感じじになります比べるとこんな感じです。 これだけ色がこれあの色温度しかいじってないです。このぐらい普通の色に戻ります。でコントラストだったりまた自然な彩度をいじっていただいてえっ、ー、と深みを出していただいてこんな感じに仕上げます。でところがですねここあれこれゴミかなみたいなここにいます。でここにえっ、ー、とスポット修正という機能があるのでこれこれですねこれをいじっていただいてこの上にポンと置くと。 消えてしまうんですけど、これ自動で選んでくれてます。で、このパターンが微妙にここを拾ってきてここに入ってしまっているので、僕はこれを下にギューッと持ってきてこうですね、えっと補正して近い状態、自然な状態に、えっと、手動で変えます。全体こんな感じです、えー。そうですね。で、これが出来上がった状態ですね。えー、これで完了ですね。えー、っとはい。 で、ここでですね、ちょっと、えっ、ー、と、えー。さらに、すごい現像ツールを紹介しますと書いてありますね。自分で書いてるんですけど、えっ、ー、と、ごめんなさい。えっ、ー、と。貴重こあ、そうです。貴重公園で、えっ、ー、と。アドインのとちやさん、も説明されてたんですけど。えっ、ー、と、これですね。僕のように、雪の上。 ごめんなさい、ま、戻っちゃったな違うこっちちゃたか違うこの方向か、えー、と雪,雪の上の撮影だったり大自然の、えー、と撮影だったり動物の生態や花とかなんかそういうのを撮る方にぜひ使っていただきたいんですけど、えー、と先ほどの写真ですねこれ先ほどいじった写真ですでこちらの写真注目してくださいこれしらっちゃけてるのでこの写真ちょっといじってみますこちらです。 で、これ上か上のライブラリーを現像モードに変えていただいてまた下の方から、えー、ここですね霞の除去これがその秘密兵器なんですけどこれをいいじっていただくんですここですすこここね、これをスライドしていただくと分かりますちょっと色が濃くなった感じなんですけどさらにずらすとこんな感じになります。 でこれって結構魔法僕からしてみたら魔法みたいなソフトで15年前にフィルムを使っている時に大流行りしたクロスプロセスっていう方法があったんですけどただそれだと現像がちょっとあのクオリティが良くなかったんですけど断然それ以上にクオリティがコントラストが良くてこの後ろの青海の色とかも白じゃなくて青で出てくるんですよねこれすごいすごいソフトです。ところががですね残念ながら これさっき僕が夕焼け風にした写真なんですけど、明らかにこっちの方がちょっと夕方っぽくて魅力のある写真だなっていうふうになりました。それほどあの霞みの除去っていうのはあの魅力的なソフトです。はい、でちょっと時間。 あるか全部説明できるかどうか分かんないんですけど、えー、と実は今回この Adobe さんからこのお仕事のご依頼があった時に仕事のプレゼンもしてもいいよって言われたのでちょっと僕の主催している今ちょっとカメラマンから本業から退いてしまって今プロデューサーという立場でイベントだったり、えー、とそんなことをやってますねイベントのプロデュースだったりなんだかんだっていうことをしてるんですけど、えー、とその写真を見ながらちょっとえっ、ー、と。 いいろろと説明させていただきたいんですが、えー、とクリエイティブクラウドの魅力ですねこれをちょっと説明させていただきます、えー、とこのコレクションに入っているリミッツこれアドビさんやワコムさん G-SHOCK さんにブラックアイレンズというあのメーカーさんがあのスポンサーしていただいているんですけど大阪で今やっているイベントですでたまたま、えー、と本当に昨日一昨日なんですけど大阪のスタッフに、えー、ハイライト写真をちょっと営業するから見せてえ。 って言われてあれ持ってるじゃんって言ったら「いやー今近くいないんだけどウェブサイトあるよ」って言われたんで「あーちょっと待ってて」って言ってこの下の5つマークありますねここのところ星マークをチェックしていただくと全部選んでくれますこのアルバムから、えー、と5つ最初につけてたもともとつけた写真だけ選んでくれたっていうことですこれハイライトの写真でどうかなと思ってチェックしてきます、えー、とこの2人、えーとえー、とこれですね デジタルアートバトルっていうイベントなんで、えー、と16人のアーティストが舞台で戦うんですけど彼らはたまたまこのちょっとあのこのタイトルですね「オタクな人魚」っていうタイトルになってしまったんですけどこれで戦ってくれましたでそのうちの1人これが北九州の、えー、とアーティストのグレープブレンさんっていってエラダ・レイズさんっていうんですけどこの方も、えー、と参加していただいてなかなかいい写真かなって自分なりに思ってるんですけどこれも OK だなと思って入れときます。 でこれも登場シーンですこれもちょっと k 1を意識してバトルにしているので、えっと、この写真も入れとかないとちょっとハイライトを得ないなと思ってこれ入れときます。でこれ上田バロンさんという有名な大阪の大,あの大御所の,あのアーティストなんですけどこれも結構貴重な写真なので入れときます。 でこれですね、これが、えー、とこの方ずっと狐のお面をかぶって登場して帰るまでずっとこの狐だったんですけどこの住吉良さんという、えー、とアーティストなんですけどこの写真だけスモークを焚きすぎてちょっと白く写ってると思うんですよね。でこれちょっと手早くちょっと直さなくちゃいけないなっていう時にまた、えー、とこっちの右下の方をいじっていただいて現像ですねごめんなさい。ラライブラリーから現像にしてていいただいて こっちを下にスクロールしていただいて、プロファイル補正を使用してでさらに霞の除去を押してもらいます。でも、ちょっと霞の除去を取ったら緑色っぽくなってしまったので、今度はえっ、ー、と色被り補正で補正していただいてこんな感じですね。で、これで出来上がりです。で、また次の写真見てきます。これ優勝したリタ j さんというえっ、ー、とホリプロの芸人さんでアーティストの方です。とてもうまい絵を描きます。 でこれから、えー、と7時この,この方 JB スタイルさんって言うんですけどこの方マイクロソフトのサ、えーフェスをと今日の夜7時からあの会場でデモンストレーションでやってくれる方なんですけどこの方も、えー、と参戦していただいた方でっ、えー、とアドビから特別賞をもらってたので特別賞をもらってましたで大まかに今これで OK だなっていうのがわかると思うんですけど、えー、とこれをまた全部選択した後に、えー、と新しくコレクションを作ります 同じ色ですね。ここですね。で、えっ、ー、と15年えっ、ー、と11月10日アンダーバーリミッツハイライトという新しいえっ、ー、とアルバムを作ります。はい。で、同期中です。で、同期が終わったところでこの上の部分公開するっていうマークが出てくるので、これ公開します。バチッ。そうするとですね、ここえっ、ー、と URL が出てくるので、この URL を押すと、もう いきなりウェブサイトブラウザに飛んで公開されてしまいます。で、そこの上これを何、えー、て言うんでしたっけ選んでいただいて大阪のスタッフにメールをして送ることができます。で、この写真真ん中の写真写真をまあクリックしていただくとこんなコンタクトシートではなくて一枚ずつ見ることができます。こんな写真だったりこの女の子えっ、ー、と18歳で参戦してくれました。 この方も大御所の吉岡さんというアーティストですね。でさっきの18歳の女性ラムディアさん、えー、とこちらの方の、えー、とこのペン先これワコムの製品使ってるんですけどすごくいい写真なのでちょっとコメントここ見てくださいこの右下右下にここですねここここをクリックしていただくとこういうウィンドウが開きます。で上にハートマークがあるのでここをクリックしようと思ったらああサイン,インしてください。 で出てきてしまうので僕サインインしなくてもこれまあ同期されてるんですけどちょっと皆さんに分かるようにこうしましたでサインインしますどうしますかここで離脱してほしくないんですけど無料なので皆さんあ,あのアドビ僕アドビの人間じゃないので勧めてもあれなんですけどアドビ ID を作っていただいてぜひあのこういうのを見れるようにしていただきたいんですけどこれを入れましたでここハートマーク入れましたでその後 この写真ワコムさん喜ぶだろうなーなんて言ってコメントを入れます反映されましたでもちょっと大人げない意見かなと思ってここの削除開いてコメントを消しますその後に、えっとにワコムさんに「営業かけて」ってちょっとや柔らかいコメントに変えてちょっと「はい送ります」って言って送りましたそうするとこれウェブサイトでも反映されてて 僕の方にも反映されてます1、えー、件の未読のコメントがあるのでおな何か来てるなでこうさっきのラムディアさんの写真のところにメールのマークがついてますあそういえばここにメッセージが来てるワコムさんに営業かけてこれ僕のメッセージだなって思いながらちょっと一人芝居になってますけど「はーい頑張って営業してきます」なんて言ってここで書くとそれも反映されてウェブサイトにも反映されます。 ちょっと時間もちょっと押してきてしまったのであと3分ぐらいいいでしょうか最後にラベルの説明をしようとしたんですけどラベルが結構本当に簡単ですラベルキーボードの6789まで全部で本当は何種類あるんだっけ7種類色があるんですけど6種類あるんですけどこの4つ678でこう押していただけるとえっと 全部ラベルになってます、えー、と赤が6で7が黄色で、えー、と緑が89が青みたいな感じですねこれを使って、えー、と仕分けをどん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 こうしてっていただくとこうグループ分けができるので例えばこれ赤津くんっていうんですけどああ赤津くん赤にしようなんてバーッて選んでしまう。 からでで名前を入れるということもできますで単純に全部選択して赤赤66としていただくとまたこの、えっと、ラベルが取れてしまうので本当に簡単なんで皆さんあの使ってみてください。でちょっと最後になったので、えっと、ここで締、えっと、めくくりのお話をさせていただきたいんですけど、えっと、僕が、えっと、プロのフォトグラファーとしてデビューしたのは、えっと、1992年のことです。 それから10年後2002年に EOS1D が発売されましたで解像度はフラッグシップなのにもかかわらずその時415万画素でしたちょっとこれ調べてきたんですけどで、えー、と翌年、えー、EOS10D というものを購入したんですけど実用するにはすごいたくさんのハードルがあって、えー、ありましたねで、えー、とローで撮影する重要さを知ったのもなんとその23年後でしたもうそれまで JPEG でしか撮っていませんでした えー、その間にフォトメカニック、まあ、今までの間にフォトメカニックブリッジアパーチャーキャプチャーワンとかいろいろと勉強してきたんですけど、えー、と日頃のこの操作性を考えるとやっぱり僕はライトルームが使いやすいなということで今、ライトルームに落ち着いていますで。今ご覧いただいている写真もこれ冒頭でさっき出していた平岡貴文さんの写真なんですけど、えー、と僕がレクチャーした要領で彼の名前ですね、ここ。 えと秋文平岡、アラスカ、バルディーでもこれだけパパッと入れとくだけで何回この場所に行くかそんなに行くわけないですよねだからこの写真を、えーとまあ、ここ下見ていただくと分かるんですけど本当に彼の写真だけで「あごめんなさいこここれこれ、えー、とこの写真はいい!」と思ったのはこういうスターマークをつけてるのでタグとスターマーク あとはさっっき言ってたフラグですね。これさえあったら欲しい写真自分の思ってるイメージ写真はすぐ出てきますなので、えー、とこの方法今お伝えしたファイリング方法をぜひ皆さんも実行していただいて、えー、と5年後10年後あの楽しんでその時も楽しんでいただけるようにあのちょこ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 とあの実践していっていただきたいです。 はい、で僕のスピーチはこれで終了です、えー、と今これ「リミッツっていうイベントもやってるのでぜひ、えー、と皆さんもあのちょっと「リミッツ j p というのがあるので、えー、と検索してみてください、えー、これ最後に、えーこれえー、自転車好きな僕のセルフィー写真なんですけどちょっとここに立つっていうこともあまりないのでもしあの照明さん電気を明るくしていただけたらセルフィーを撮らせていただきたいなと思ってます あ、ダメかなこれちょっと待ってくださいねあーいいいいすいませんありがとうございますこれで終わりです